はい、皆さんどうも、お疲れ様です。今日はですね、2月1日になります。時刻の方がちょっと分かりにくいかな。まあ今日、2月1日の10時46分になります。そして今日はちょっとね、久しぶりにやってみようかなと思って、ビッグベイトタックルを使ってですね、カメラの方でこちらの自作のですね、まずペットボトルの、浮き、500ミリリットルの浮きをつけまして、その下にだいたい70センチぐらいのところにこの GoPro をつけてます。でこれで、流すことによって水中の映像をね、撮っていけたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。今日はちょっといつもと違って、水中映像を、まず今日はね、団地前に来て、団地前のこのゴロタの映像をまず撮ってみて、次に H のところにまた行ってみようかなと思っております。もし余裕があったり映像的に行けそうだったら、前浜大橋の方の、手前のちょっとヘドロっぽいところのエリアとかもね、その辺も映せたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。ではやっていきたいと思います。失礼します。はい、ではまず水辺の感じですね。濁りからとしてはですね、ちょっと濁ましたかなって感じで、ちょっとショックを受けている所存でございます。だいたい60センチぐらいで怪しくぼやーっと見えなくなってくるような感じなんですけど、まあなんとかなるかなっていう感じですかね。まあ実際にやってみてですね。はい、じゃあ水温の方を見ていきましょう。今日もパチンコシリーズですね。パチンコを作りたくなる感じ。ちょっとこの紐にしてから調子悪いんで、ほいっと、あ、9度ないか、 8.5 度ぐらいですね。 8.6 度ぐらいですね。 8.6 度になります。はい、ではやっていきたいと思います。ちょっとまた一旦すぐに準備して投げるところから再開していきと思いますが、電棒を見ていただくとね、こんな感じですね。メガバスのバルキリーの 711XH の711ですね。このカルコン300に P55 ナイロンの50ポンド、これでここに浮きがあって、こうやってこう流れていくと、 GoPro がで引っかかったら終わりと、多分回収できると思うんですけどね。はい、やっていきます。じゃあ一旦失礼します。はい、ではね、ちょっと水深が浅いんでちょっと怖いんですけど、この辺のエリアですね、この辺のエリアからちょっとこう流していこうかなと思っております。はい、
もうちょっと上流の一個上のところを流していきたいと思うんですけど、ちょっとさっき船がちょっと通って濁っちゃったんですよね。さっきもうちょっとクリアだったんですけど、ちょっと厳しいかな。よっぽど岩とかに近づかないと、その映像が映らないかもしれないんですけど、まあ一応試しなんでやっていきたいなとは思っております。お願いします。ではあの H のね、この滝具あたりに向かって、滝具よりちょっと左かな、投げていきます。中腹、真ん中、H と H の間の真ん中辺を投げてください。